なんか、急にマシンが軽くなったような。え？なになになに？逆にゆずりはちゃん重くなったとか言わないよね。まるで、デバフが溶けたみたいだ。さっきまで、あのカエル卵に何かされてたってことなのか。お？え？わからねえ。まあ、もういい。こっからが本番だ。行くぞ。ゆずりはちゃん？重くなってんじゃない？あれ、なんか、マシンに模様が。何これ？レベル2。ハイタッチでどんどん変わってくんだ。で、変わった先の人がどんどん重くなってくんだね。ゆずりは、怪我はない？これ。待って待って待って。当然でしょ？いちいち気にしなくていいから。いや、ダサいとこ見せれないって言ってたじゃん、ゆずりはちゃん。待って。いやだ！でもこれさ、ゆずり肌辛くしてハヤってどんな気持ちになるんだよ。それな。いや、ぐちゃぐちゃになっちゃうよ。いや、さっきの、でも、さっきの王子様とお姫様だった展開返してくれ。ね。ああ、ハヤって戻ってきた。おかえり。っていうか、多すぎる障害物が。っていうか、タイヤが転がってきてる。うん。物が変わっうわ、た。おい、ハヤテ、俺を抜くな！ 頑張って頑張って。ハヤテだって1位じゃなくていいよね。そう思うなら抜いてみろ。いや、いいな、このゲームやりてえ、僕も。うん、楽いしや、そう。これは楽しいけど目が追いつかない時がある。頑張って、ピヨヨ頑張るんだ。はい、よし、オッケー。障害物かなり増えてきたな。そうだね。まあ、でもこれライフ逆にさ、ちゃんと貯めといてよかった。ね。ゆずりは大丈夫？あ、ゆずりはでもいるじゃん。いるね。いちいち聞かなくていいから。めっちゃスピード下がっちゃう。ね、操作ミスったです。よし。でもこれさ、ゆずりはの次の行き先って優先生かまどかじゃない？そうなのよね。うん。BGM いいなぁ。ねえ。いや、BGM。ちょっと、ああ、来た。結構下がったよ、今2人。どうする？元気もらっとくか。うん、元気もらっとこう。よし。いや、4位だもんな、気づいたら、ゆう先生。ゆずりはちゃんいますか？やばい。大丈夫か？いるけど。さっきまでと比べて調子悪くなってない？やっぱりハヤテを助けた時にマシンがおかしくなったりしてるんじゃ。あ、そうなんですか？大丈夫だって言ってるでしょ、さっきから。そんなダサいところこの私が見せると思う？そうですよね。私は、私のペースで逆転するチャンスを狙ってるんだから、ほっといてよね。さすがです。楽しみにしてます。あー、行っちゃった、ちょっ言えと、なかいやー、ダメだよー。った。まさか。少なくとも、さっきみたいにカエル卵に近づかなければ、マシンを壊される心配はない。無理やり抱えていけるわけでもないし、せめて、いつでもフォローに行ける位置を維持しよう。ああ、先生。うん。先生してる。なんだ。何？え？ああ、変わったのか、ステージああ、が。変わった。かっこよ。そろそろ、レースも終盤か。ハヤテが失速した時はどうなることかと思ったけど。少しで1位だ！お前には譲らねえよ。何？さらに加速だと？大丈夫そうだな。いや、ゆずりはちゃんだよ、問題は。そうだね。これなら、ゆずりはとハヤテはメダルが10枚集まることになる。狼さんチームの方が正しかったとかそういう話ではないけど、これで2人が本当にユーロピアから脱出できるなら、それはいいことだ。それは間違いない。うん。
どうした、まどかちゃん。お、まどか、どうしたの。やっぱり、ゆずりはちゃんの復帰をカメラに収めないと落ち着かないです。そっか。じゃあ、ゆう先生と一緒に走ろうか。ゆう先生もゆずりはをフォローできるように。あれ？どうなってんの？え、ゆずりはちゃん？あれ？後ろにいないな。ん？いくらなんでも、この短時間で姿が見えなくなるほど失速するもんか？コースに分かれ道でもあったっけ？大丈夫？手遅れになる前に行って。うん。え？ゆう先生、もっと速度を落として、ゆずりはが来ないか待ってみるよ。この前のコースに取り残されてるとか？え？そしたらどうなるんだ？え？わからない。カエル卵は、ゆずりはの無敵バリアでかなり後ろまで下がったはずだし。じゃあ、私も待ちます。二人とも優しい。うん。なんだ？ブラックたちが下がっていくぞ。ん？はやて気づけ！はやて！はやて！お前のために、ゆずりはが、本当だよ。でもあれ、レベル2ってなってたから、レベル3かかる人いるんだろうな。うん。来ないな。これ以上速度を落とせないぞ。もちろんコースの逆走はできないし。あ！ん？めっちゃゆっくりになってるけど。あ、来た来た。よかった。あ、やばいやばい、めっちゃ。ちゃんね、ロックオンされてんじゃん。危ない。え、もうだいぶやられてる。え、ほんと、え、ちょっと待って待って、ほんとじゃん。え？え、待って、あざじゃないのこれ。あざだ。怪我、あ、殴られてる？うん。ゆずりは？え、石に？え、石になってる？あ、石？石化？レベル2ってそういうこと？体重いってそういうこと？え、そういうこと？は？力が入らない。何が起きてんだ？みんな来てる。ああ、優しい。やばい、ここだけでもう泣ける。みんな。は、あ。この音。それに変な音もしやがる。全然スピードが出ねえ。まさか、俺と同じ。おい、それ以上スピードは出ねえのか？無理みたい。間違いない。さっきまで俺にかかってたデバフが今はゆずりはにかかってやがる。しかも俺の時より強い。ゆずりはに一体何が。それにどうしてこんなになるまで黙ってたんだ。いや、まさか俺がゆずりはの SOS を聞き逃したのか。違うよ先生。私が隠してたの。どうして。確かにゆう先生は頼りにならないかもしれないけど、それでももっと早く言ってくれたら、もっと早く助けられたかもしれなかったのに。いつからそうなり始めてた。俺を助けた時からずっとじゃねえのか。あれ、なんかマシンに模様が。何これ。それにお前はバカじゃない。お前ならこの異変にすぐ気づいたんじゃねえのか。じゃあなんで黙ってた。だってダサいもん。そんなの。は？自分からハヤテ君を助けに行っておいて、そのせいで勝手にこんなことになって
誰かに助けてもらうなんて、全然、かっこよくない。だから、自分でどうにかしようと思ったの。だって、そうでしょ。私は、ママみたいに、ハヤテくんみたいに、一人で何でもできるのが、かっこいいと思うから。でも、ダメだったみたい。意地張ってたら、こんなことになっちゃった。そう、一か八か、無敵バリアはないけど体当たりで。邪魔でみ、あっち行くでみ。うわ、くそ、俺には見向きもしない。なんでだよ。ほんと、何意地張ってんだろう。こんなところで石になっちゃう方がよっぽどダサいのに。そんなのずっとわかってたのに。ゆずちゃん、悪いけど、こんな映えない姿が私の最後みたい。せっかくだから、あんたはもっとダサくない生き方してよね。ああ、ダサくなんてないですよ、ゆずりはちゃん。一人で何でもできるのはかっこいいかもしれないですけど、それは助けたり、助けられたりするのがダサいってことではないですよ。だって、ハヤテを助けに行ったゆずりはちゃんは、間違いなく。ハヤテくん。なんだ？やっぱり、なんでもない。ママみたいに何でも一人でできる、かっこいい私で、ありたかったのにな。自立もできなかったし、モデルにも、なれなかったし。ハヤテくんとも、仲良くなれなかったし、みんなにも、素直になれないまま。ごめんね、ママ。ダサい子で。せめて、ママのところに、帰りたかったよ。ああ。私って、ゆずりは、くそ。カエル卵、これはどういうことだ。こんな、放っておくと石になるデバフがあるなんて、聞いてねえぞ。それはそうでみ。君が説明を遮ったからな、説明できなかったルールでみ。なんだと。そんな細かいルールはどうでもいい。つまりだ。このレースでは、全員のうちランダムな一人にお邪魔マークがセットされているでみ。お邪魔マークはレースが進むと成長して、マシンを中から少しずつ石にしてしまうでみ。そんなルールがあったのか。でも、それじゃレースが成り立たない。
お邪魔マークを解除する方法があるはずだ。知りたければアトラクションの入場口でルールを確認するでおみ。ひでえ。この場で教える義理はないでおみ。俺のせいだ。うわあ、変なマークが出てきた。え、レベル4。まさかそれが。これ全員でハイタッチして移していかないとダメとかかな。ね、そんな気がする。うん。譲り派が脱落したから、また違う人にセットされ直したみたいだね。誰かどうにかしろ。さあ、レースは終盤戦。脱落者を出してもゴールするまでがレースだよみ。待って、距離近いよ。めっちゃまずいね。まずいよ。どうにかしないといけないが。そう、こっちからだ。みんな地形だいぶ、あ、避けちゃった。あー、ブルー助けろってずっとさ、カナタの方を見てる。あー、いやー、マークを映されるって。ちょ、映される、ひどいよ。協力する気ない。あれ、なんかスピードが、後ろ見てる。石になってきてるんじゃないのか、これ。ずっと見てる。後ろ。レースが進んでマークは成長したからじゃない？うわ、ほら、ちょい。ひどいよ。みんな落ち着いて。いや、しんたくんやめてよ、そんな簡単に犠牲になるなんて。いや、あ、やばい。あ、まずい。はやたくん、ちょっと待って。ダメ、俺のせいで、譲り派がルールを理解できてなかった。譲り派がルールを理解してれば、きっとああはならなかった。でもその場合は、他の誰かがああなってたってことだ。結局は、お邪魔マークを持ってる奴を見捨ててゴールするしかねえ。ターゲット録音、範囲条件クリアだよ。なんか急にマシンが軽くなったような。ほら、ハイタッチ、イエーイ。いや、もっとよく考えろ。ほぼ確実に俺と譲り派の間で一度お邪魔マークの受け渡しが成立している。俺のマシンの石化が溶けて譲り派のマシンに移ったんだ。それはもちろん偶然起きたわけじゃない。これがゲームなら絶対にルールがある。ルールがあるなら攻略法もあるはずだ。頼んだ。これ誰？多分あのサッカーのチームメイトじゃないか。あ、おい、早てボールパスしてくれよ。こんな時に、なんでこんなことを思い出してんだ。ハヤテって、ちょっと怖いよね。俺のボールに触るなって感じで。サッカーなんか、もうどうでもいいだろ。ハヤテくんは、まずはパスの練習かな。みんなでボールを回せば、楽しいよ。うるせえ。ゴールを目指すのにみんなでパスなんか回したって。それだ！いや、でも今更、そんな。ターゲットロックオン！うわぁ。みんなでパス回しろってことかな？うんうん。なのかな？範囲条件クリアだみ！いやぁ。意地張ってたら、こんなことになっちゃった。くそ。意地張ってる場合じゃねえか。うわぁ、ヒーローを見捨てるな。ヒーローじゃなくてヒロインじゃん。みんな聞け。ハヤト、お口が。策がある。シンタ、マークを俺にパスしろ。パスタッチしろ！早く！うわぁ！
してる。これでいいのか？やっぱり、これで多分。範囲条件ロスト、変形中断でもいい。お、閉じた。あ、カエル卵のマシンが元の形に戻った。ん？助かった。いいか、カエル卵が変形するためには二つ条件がある。お邪魔マークを持った奴がカエル卵の近くにいること、マークを持ってない奴のことは狙わないし、好きな時に自由に変形できるわけじゃないんだ。はぁ、そう、俺には見向きもしない。なんでだよ。ターゲットロックオン、範囲条件クリアだよ。確かにそうかも。ただし、カエル卵が変形し終わると腕で邪魔されて誰も近寄れなくなるから。邪魔でもやっち行くでみ。石化してスピードが出なくなったやつは変形が終わる前までに誰かにマークをパスする。今のシンタと俺みたいにな。なるほど。ああ、ちょうど変形にはそれなりに時間がかかるらしい。その隙をつけば間に合う。全員で協力しないとクリアできないアトラクションだったってわけだよ、これ。そうだね。ああ。そのパスっていうのは、確かタッチって言ってたよね。鬼ごっこみたいに、相手にタッチすること。それが、人にお邪魔マークを移す方法なんだ。ほら、ハイタッチ！イェイ！結局パスされた人が石に。あれ？じゃあなんでハヤテは今石になってないのら？マークの持ち主が変われば、石化は一旦リセットされるんだ。なんか、急にマシンが軽くなったような。そして、マークを受け取ったからって、一瞬で石化が始まるわけじゃない。マークのことを知らなきゃ、すぐには気づかないくらいには余裕がある。あれ、なんかマシンに模様が、何これ？つまり、マークをパスした側はもちろん、パスされた側もしばらくは スピードが出せる。どうせこのマークを押し付け合って潰し合えるようにするためって感じだろうが。あ、意地悪な仕組みだね。くっ、これ絶対カナダ君だったら受け取らないと思うんだよな、うん、1位になりたいからね。もっともレースは終盤だ。序盤よりマークのレベルが成長してる。こうやってすぐにまた石化が始まる。だからターゲットロックオン、範囲条件クリアだよ。さあ、パカする。うん、岡田頼む。岡ちゃん、わかった。いやー、初めて頼ったね。今度は優先生が生えてからパスを受け取ればいいんだね。あ、めっちゃいい。よし。範囲条件ロスト、変形中断でもいい。なんだかんだ、カエル卵に捕まらないでうまく回ってるね。でもいい。え、怖い怖い。お邪魔マークを持ってるやつの石化が始まったら、近くのやつがカバーに入ってパスを受ける。パスを受けた奴の石化が始まったら、また近くの奴がカバーに入ってパスを受ける。このループを全員で回しながらゴールまで走り切れば、誰も捕まらない。タイミングは俺が指示を出す。お前らは障害物にぶつからないように走りつつ、俺の指示に合わせて動いてくれ。え、ピオよく頑張るのじゃ。はぁ、マジ？確かにこの戦略なら、マークを押し付け合わなくて済む。これ、でもカナタ君やっぱコウモリチームなんじゃないかな。そうだね。ハヤテの作戦で行こう。一人先に脱出しちゃいそう。全員でゴールを目指すんだ。ああ、ごめん、水差しちゃったわ、岡田先生。どうしたどうした。おう。まずは俺が運べるところまで。うん、よしよし、ピオヨが頑張ってくれ。オッケー、全てピオヨにかかってる。まあでもタイヤ避けりゃいいからな。あー、石化始まった。誰か来てー。はい、近い。窓か、今だ。おー、窓か、今だ。窓か、あ、わかったです。
お、プレイヤーチェンジ。あ、すごい。え、ピヨヨがそこに行くのか。そういうこと。あ、来た来た。まさか移動できるんだ。あ、そういうこと、びっくりした。そういうことか、なるほど。そうだった。ナイスタイミング。やったぜ。次は私。あ、まさかちゃん操作してる。まさかに変わってる。やばい。熱い。まさか。すごい、これ全員変わってくんだ。ねえ。よし。まさかの乗り物かわいい。ねえ。赤ちゃんみたい。ああ、来た来た来た。カエル卵が近い。渡るカバーに入れ。はい。やけくそだから。はい。やけくそなんだ。やけくそ。行け。頑張れ渡る。ちょっと渡る。行け。パン。オッケー。はい。ナイス。ナイスハイタッチ。はぁ、うまくいったです。早めのパス希望だごらー。ハブスターこれなんだろう、かわいい、わかんないけどかわいい。滑車回ってるみたいになってるの、かわいい。なるほどね、うん、本当だ。いや、タイヤ多すぎる。ちょっと待って。あ、やばい、頑張って。イエー、カナタ頼んだ。え、これ大丈夫、カナタくん。あ、やった、しょうがない。しょうがないな。やってくれる、優しい。でももうすぐゴール行くけど、これどうすんの？ねえ、待って。よし、オッケー。オッケー、ナイスハイタッチ。ああ、オッケー、オッケー。バッチリタイミングなのだ。もうすぐゴールか。これ次誰になる？これかなたくん1位取れないね。このままだと ね、うん、ね。タイヤ多いね。しかもそろそろレベル6とかになっても。怪しいから、うん、怖いよ。頑張って。あ、来た来た。どう。お、俺が一番近い。俺にパスしろ。これじゃ1位は無理だな。うー、早く。そりゃ悪かったな。ゴールが近い。全員ゴールまで突っ走れ。あとは俺が引き受ける。あ、いや、ええ、なんだと、レベル99。待って、しかも誰も来ないよこれ。ねえ、ふざけんな。あ、待って、一瞬で石化が。やだやだやだ。待って早手。あ、迷っちゃった。早手、立つな。岡田、いける？うわ、受け取ったそばから石化が。に、何回もパス。すぐに俺に返せ。石化するスピードが上がっても、カエル卵が変形するスピードは遅いままだ。そっか。俺たちで回し続ければ、変形は一生終わらねえ。わかった。あー、てか先生いてよかった。よかった。おー、ずっと回してる。あれ？いや、ヒヤッとしたわ。デミー、やめる、デミー。かわいい。変形と変形中だが止まらない、デミー。壊れる、デミー。そこで一生ガチャガチャやってろ。ゴールだ。ナイス。ゲームセット、よかった。え、待って1位マドカ、まどかちゃん？あれ？あら。あ、そうなんだ。っていうか、ちょっと待って、今更譲り葉がゲームオーバーになったのが実感してくるわ、これ。いやだ、もう、でも譲り葉ちゃんのおかげで、はやてくん、成長してる、うん。そうだよな、そうなんだよな。いや、でも人の命をさ、うん、犠牲にしないと気づけないって辛いよな。え、まどかどうすんの、こっから。ね、譲り葉いなくなったけど。ねえ。脱出しちゃう？まどかちゃん、これどうなる？一人だけ後ろ向いてるけど。おめでとうデミー。クリアした子にはメダル4枚、1位の子にはメダル5枚デミー。まどかちゃんって何枚持ってたっけ？覚えてない。よっしゃー、1位は逃したけどクリアだぜ。クリアだぜ。4枚か5枚は持ってたはず。ねえ。ま、いいよ。別に焦らなくても、
もうすぐ10枚集まりそうだし。あれから一人もカエル卵に捕まることなくクリアできたんだ。これ以上の結果はない。でも譲りは、ルール聞きに行くのか、ハヤテくん。あ、行かないのか。ハヤテ、ハヤテ、どこに行くの？まだメダルも受け取ってないのに。いらねえよ、メダルは。どうして？あんなに頑張ったハヤテこそメダルを受け取らなくちゃ。あんなの俺の力でクリアしたんじゃねえ。俺がルールを読み飛ばしたせいでユズリハが脱落した。その脱落がなきゃお邪魔マークになんて気づきもしなかった。そんなメダルで脱出なんて嫌だ。岡田が休憩所の奴らにでも配れ。帰ろうよ、ハヤテ。休憩所に。竜先生も迷ったけど、やっぱり、狼さんチームは危険だ。ハヤテだって、みんなで協力することの大切さ、分かってくれたんじゃないのか。みんなで、ヤギさんチームに戻ろうよ。いや、俺はユズリハの脱落を無駄にしないためにあの場で意地を張るのをやめただけだ。チームプレーの方が正しいなんてことはね。だって必ずみんなでクリアしましょうね。約束ですよ。守るがダメだったって事実は変わらねえ。それは、それにユズリハが思うかっこよさだって別に間違ってねえ。正解なんてねえんだよ。正解なんてないか。だったら俺の周りには誰もいなくていい。だから帰らない。俺に構うな。わかった。ハヤテがそうしたいなら止めない。でも、もし一人じゃピンチな時が来たら、その時は、ユウ先生たちを頼ってね。だって、みんな仲間なんだから。仲間へ頼るのは、ダサいことなんかじゃないんだから。気が向いたらな。待ってるよ、ハヤテ。さあ、休憩所に帰ろう。来てくれないんだな。こうして狼さんチームは事実上解散となった。ただ一人ハヤテを除いて。本当にバラバラになっちゃったな。そうね。え、何これ。待って突然何？え、テイスト違いすぎない？何？え、これだ、誰だろう？誰？え、一応私が読むよ。おう。探す。ユウ先生の気はしてるんだが、
探す。え、なんなの？急に実写なんだが。いや、本当に。サンリオ？サンリオさん。サンリオ何やってんの？急にホラーゲーム感が？本当に。探す。いや、本当にホラーゲーだよ、これ。怖いよ。ね、カラスの音とか。ん？お？え？だって、パソコン？そうだね。待って。おい、実況してんのバレてない？大丈夫？やべ、私たちが黒幕？え？そんな。嘘だろ？は？ゆう先生？何？なんでそんな拡大するの？何？怖い、待って、怖い。僕ダメ。怖い。間違いない。はい？メタするじゃない？馴染みの顔、と言うべきか。見慣れぬ顔と言うべきか。え、ゆう先生の中身の人とかかな。分裂したあの影、きっとどちらも正しい。だってゆう先生黒だし、こいつ白じゃん。本当じゃん。ただ一つ確実なのは、これが私の目的だということだ。ゆう先生が。え？なんか、え？え？ようやく。は？は？女の人だ。お、女の人？え？でも、ゆう先生とめっちゃ目似てる。ほんとだ。見つけた。岡田、ゆう。ないよ、マッチ無理だって、僕やめてって。うわ！え、何これ？どういうこと？ついていけない。急に話変わるじゃん。どなたなの？どういうこと？娘とか？え？娘？妹？あ、妹。妹はある。ゆう先生と一緒に迷い込んだ、昔迷い込んだ人。ああ、なるほど。なんか来たことあるみたいなあったじゃん。ああ、確かに。うん。確かに。あの時の、みたいな。岡田優、久しぶりみたいな。何？え？うわぁ。あらららら。あららさんだね。あららさんです。しかも、今回、ヤギチーム、その間何してたかとか何も出てこなかったな。ねえ、ヤギさんチーム、マジで。影が何もね、何もしなかったの。本当にライオン、あなた何もないの？え、じゃあ次なんじゃない？第4話がヤギさんチームの、あの裏で起きてた話とかじゃない？いや怖いよ。は、第3話、子供たちの別れ。まさにこのタイトル通りだったね。うん、ゆずりはちゃん、いや絶対最後続く、絶対最後好きだって言おうとしてたじゃん。いや、それだ言わないんだって思って。言ってよー。っていうか、結局この雲譲り派でしたね。そうだね。そうだね。あー。この紫って、つまりじゃあ、颯くんと譲り派ちゃんだったんじゃないの、これ。あー、かもね。うん。灰色だし。マジかマジかー。マジかちょっと意外だったかも。なんか、そう、はやてくんのことで、ゆずりはちゃんがうんぬんって言ってたの当たっちゃってすごい気まずいんだけど、私。まあなー、もうそこは運命よな。うん。バリア付け出したあたりからそう思ってたよ。うん。絶対はやてくんに何かがあって、ゆずりはちゃんがなんかするだろうって。うん。そうなんだよね。うん。いや、でもまさか石化だとは思わなかったけどね。そうだね。うん。結局、あざ隠してたのに、まあ、ああいうあざっぽいものが見えた状態で死んじゃったわけだし。うん。いや、ダサくなかったよ、全然。そうだね。最後まで貫いてたよな。うん。ゆずりはちゃん、ゆずりはちゃんを貫いてたから、もうめちゃめちゃかっこよかったわ。いや、僕結構窓が好きなんだけどさ。うん。
マドカ今後どうなるか気になるし。そうだね。今回気づいたんだけどさ、マドカさ、なんか髪の毛にピンク色のなんかついてんじゃん、ピョンって。うんうんうん。あれゆずり派の真似なのかなと思って。うわゆずり派もなんかさ、ピョンってついてんじゃん。うん。それ真似したのかなとか思ってめっちゃ悲しくなった。あー。ゆずり派ちゃん。さあ結構気強いけど悪い子じゃないってみんな分かってたから、あんだけ助けようってみんなさ、どうしたんだって寄ってきてくれてたってことだよね。そうだね。そう、みんなさ、あれ集まってきてくれたのすごいめっちゃよかったんだけど。そう、めっちゃよかった。いや、私なんだかんだ言ってかなたくんもちゃんと協力してくれたし。いや、そうそうなんだよね。諦めたんだよね。うん。いや、まあ、しかもその先生を呼びに行ったのもそうだし、まあ本当にコウモリって感じだったね。うん。あとはついにね、はやてくんの顔面が見れましたね。いや、ほんとね。いや、やっぱ外しちゃったよ。いやー、やっぱやえばですよねーって思って。ねー、わかる。神でした。まあでもまだ一人行動続いてるわけだし、うん、まだ何かありそうではあるよね、うん、それか逆に今度は何かピンチの時に助けに来たぜじゃない。うんうん、あってほしい。そうね。あとはあの、あーでもどうなんだろうな、うん、コインあげる制度あったじゃん、うん、あれは結局多分コインのあげるためっていうのが目的だったわけなんだけど、うんうんうん、ってことは第4話でそのコインがめっちゃ増えるかめっちゃ減るかがあるのかなとか。あー、どうなんだろう、コイン問題。もうそろそろみんなもういけちゃうようになっちゃうからさ。そうね、今回でもその颯くんが集めた分とかでなんとかその休憩所の子たちは持つでしょうね、うん、そうだね。だからそれの分配っていうので多分みんなちょうどいい感じになって次が始まるんじゃないかな。あー、そっかそっか。うん、だからいや、これで増えてくれないと、だから増えて希望になるか減って絶望になるかの2ルートくらいありそうかも。うん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 。まだね、やっぱライオン付近だよね。ライム、アキ、ダイヤとライオンが一番引っかかってるから、もうさすがに次はここでしょう。うん、そろそろ来てくれないと、もう私は今か今かとダイヤくん待ってんのよ。うん、絶対ここのマイマイマイ声黄色になるからな、見とけ。あ、絶対黄色になるから。黄色になるの楽しみですね。楽しみですね。もう考察終わんないから、一回動画締めようか。そうだね、そうだね。はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。第4話はですね、ミロッキュの方のチャンネルに上がると思いますので、はい、ぜひご覧ください。また更新をお待ちください。お待ちください。僕も待ってる。うん、いや、第1話第2話第3話ってね来たんで、まあ期間が空いちゃうと思うんで、何回も見直してね、話を把握しててもらえれば嬉しいな。うんうん、そうだね。うん。ってことで、また第4話でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。